視覚と聴覚の一体化を試む。一つ一つのテーマを乗り越えるたびに、その存在を大きくし、そしてそれでもなお新たなる表現手段を模索することをやめず、あくまでも貪欲で前向きな意識の集合体だと思います。さまざまな困難を乗り越え復活したマリス・ミゼルが、原点回帰ともいえるバラの聖堂という作品を生み出すに至るまで、本当にたくさんの葛藤があったと思います。そして僕がバラの聖堂のレコーディングに参加した当初、彼らに感じたことは、彼らの背中に背負った荷物がとても大きく、そしてその大きな荷物を一度も投げ出そうとはせず、前向きに歩み続ける姿に感動しました。3人で重い荷物も4人で分け合えば少しは軽くなれるのではないかと、そんな思いが僕の中によぎりました。そしてなぜ彼らはここまでして表現を追求することをやめないのかという新たなる興味も湧いてきました。新たなる血族という名のもと、マリス・ミゼルの一員となった以上、新しい血を注ぎ込むことで、果てしない幻想世界の中、マリス・ミゼルがまだ踏み入れてない領域に、静かに、そして緩やかに、共に歩んでいきたいと思います。そして、変わらないものも、愛し続けて。